覧の皆様、こんにちは。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。トドロキボール所属、プロボーラーの高橋俊夫です。本日は、先ほどですね、ボールをドリルしました。そちらのボールを1ゲームレビューで投球していきたいと思います。ボールですけども、さあ、ドリルしたてのボール、こちらですね。ブランジック社、ラディカル社から出ております、リザルト、こちらを投球していきたいと思います。はい、それでは早速ですね、1ゲーム高橋プロ、リザルト、ニューボールを開けて投球していきたいと思うんですけども、ちょっと不安なことがね、一点あります。そうは何かと言いますと、ボーリング2ヶ月ぶりです。はい、2ヶ月ぶりにプロが投げたらどうなるのか、っていうのもね、ちょっと不安がかなりあるんですけど、頑張って1ゲーム、レビューしていきたいと思います。それでは皆さん、よかったらぜひご購入ください。はい、行きます。よし、2ヶ月ぶりだけどね、目安点はまあ2ですから出したいですね。よろしくお願いします。優しいボーリング、ピンに優しい、取りましたよ、ちゃんと。あれ、スコアばっかりやってる、スコア間違えてる。はい、第3フレーム、ピンに優しい投球で10番ピン、ちゃんとスペアしました。はい、ダボスペアで今200ベースです。さあ、続いていきたい。第4フレーム、いきます。
わー200点出そうと思ったら、いやこれね200点を出そうと思うと緊張するんで、もうひたすらストライクをつける。さあこっからです。結構ね走っていってくれて、先もガーンってくる曲がってくるボールで緩やかに戻ってくるボールなんで、いろんなねプレイヤーのフワフワな方、そしてボールをたくさん曲げれる方も使えるかなと思います。さあ行きます。Thank you.
200点言うておりましたけど、言うたらなるんですよね。さあさあ、2ヶ月ぶりの高橋プロ、200点に到達するか。このテストは200点が合格基準です。出なかったらプロ失格。さあどうする。でもね、勝負強くならないとプロもね、食べていけないので、じゃあ口ばっかりはいいね。投げます。ご視聴ありがとうございました。